2019年1月より放送が開始される TV アニメ魔術師オーフェンハムレ旅の本予告及び本ポスターが公開された。さらに追加キャストとして津田健次郎さん、吉野博之さん、岡本信彦さんが決定した。秋田忠信さんによる魔術師オーフェンは富士見ファンタジアペンコより発売され、累計1400万部を突破した人気ライトノベル。2011年にははぐれ旅の続編となる新シリーズが出版元を TO ブックスに移して再スタート。同時に旧シリーズはぐれ旅無謀編も新装版として復刊され、新装版の発行累計は60万部を突破している。あるあるアニメニュース。2020年1月放送開始予定。25周年プロジェクト魔術師オーフェンハムレ旅、日笠陽子並川大輔よりコメント到着。予告ポスター解禁。そして本日2019年11月25日本ポスターと本予告が解禁された。本ポスターではオーフェンが全てを変えたあの一本の剣を手に持ち、オーフェンの未来と過去を表すようなデザインに仕上がっている。本予告では魔術師養成機関牙の塔でアザリーたちと魔術を修行し夢を追いかける若き魔術師たちの姿が。そしてオーフェンが騎士のように慕っていたアザリーがある実験により異形の姿になってしまうシーンもあり、予告動画を一層盛り上げている。追加キャスト解禁。さらに追加キャストも解禁。オーフェンを牙の塔に入門させ、最初の師となったウォールカーレン役を津田健次郎さん、ハイドラント役を吉野博之さん、出演役を岡本信彦さんが演じることが決定。ウォールカーレン役 CV 津田健次郎、ハイドラント役CV 吉野博之、出演役 CV 岡本信彦。放映情報。魔術師オーフェンはぐれ旅放映日時2020年1月7日放映情報。アット X 2020年1月7日より毎週火曜日23時。リピート放送。毎週木曜日15時、毎週日曜日6時、毎週月曜日7時。BS 富士。2020年1月7日より毎週火曜日実験により異形の姿となって失踪した騎士アザリーを探すため牙の塔を出奔したキリランシェロは過去を捨てでオーフェンと名乗り、トトカンタ市でモグリのカニカ修行に身をやつしていた。そこで出会った押しかけお嬢様クリオー、弟子の少年マジックという新たな仲間と共にアザリーを救う旅が始まる。一方、アザリー討伐に向かうかつてのシチャイルドマンやハーティア、コミクロン、学友たちと運命的な再会を果たすも、思いは交錯し、再びたもとを分かつことになる。旅はフェンリルの森を抜け、タフデムへ。かつてオーフェンが修行を積んだ牙の塔が存在する町へとたどり着く。そこでオーフェンたちを待ち受けていたのは、想像を絶する巨大な敵だった。C. 秋田忠信、草川優也、T.O. ブックス魔術師オーフェン、はぐれ旅制作委員会。秋田忠信さんによる魔術師オーフェンは、富士見ファンタジア文庫より発売され、累計1400万部を突破した人気ライトノベル。本ポスターでは、オーフェンが全てを変えたあの一本の剣を手に持ち、オーフェンの未来と過去を表すようなデザインに仕上がっている。
本予告では、魔術使用性機関、牙の塔でアザリーたちと魔術を修行し、夢を追いかける若き魔術師たちの姿が。そして、王妃が騎士のように慕っていたアザリーがある実験により、異形の姿になってしまうシーンもあり、予告動画を一層盛り上げている。ある実験により、異形の姿となって失踪した騎士アザリーを探すため、牙の塔を出奔したキリランシェロは、過去を捨てて王妃と名乗り、トトカンタ市でモグリのカニカ修行に身をやつしていた。2011年には、はぐれ旅の続編となる新シリーズが、出版元を TO ブックスに移して再スタート。同時に旧シリーズ、はぐれ旅、無謀編も新装版として復刊され、新装版の発行累計は60万部を突破している。RR、アニメニュース。2020年1月放送開始予定。25周年プロジェクト、魔術師オーフェンハムレ旅、日笠陽子並川大輔よりコメント到着。予告ポスター解禁。そして本日、2019年11月25日、本ポスターと本予告が解禁された。追加キャスト解禁。さらに、追加キャストも解禁。王妃を牙の塔に入門させ、最初の師となったウォール・カーレン役を津田健次郎さん、ハイドラント役を吉野博之さん、主演役を岡本信彦さんが演じることが決定。ウォール・カーレン役、CV 津田健次郎。ハイドラント役、CV 吉野博之。主演役、CV 岡本信彦。放映情報。魔術師オーフェン、はぐれ旅放映日時、2020年1月7日放映情報。アット X 2020年1月7日より毎週火曜日23時。リピート放送、毎週木曜日15時、毎週日曜日6時、毎週月曜日7時。BS 富士、2020年1月7日より毎週火曜日、そこで出会った押しかけお嬢様クリオー、弟子の少年マジックという新たな仲間と共にアザリーを救う旅が始まる。一方、アザリー討伐に向かうかつてのシチャイルドマンやハーティア、コミクロン、学友たちと運命的な再会を果たすも、思いは交錯し、再び、たもとを分かつことになる。旅は、フェンリルの森を抜け、タフレムへ。かつて、オーフェンが修行を積んだ、牙の塔が存在する町へとたどり着く。そこでオーフェンたちを待ち受けていたのは、想像を絶する巨大な敵だった。C、秋田忠志新、草川優也、TO ブックス魔術師オーフェン、はぐれ旅制作委員会。